さてと、今日も張り切ってやっていきますか。裏作業とかしてないんでちっとも進んでおりません。それでは早速。あれれー。おっかしいなー。リソースパック変えてないのになー。いやーきっとバグですよね。一度寝たら元に戻ってなかった。ということで皆さんこんにちは。家にいたためクリスマスと分かってなかったハピです。去年はマイクラにハマってなくて、今年初めてクリスマス仕様のマイクラですよ。まあそんなことはさておき、おや、あんなところに村人ゲリラが。村人ゲリラは攻撃力が非常に強いのですが、近距離攻撃しか持っておりません。おそらく村人の群れに紛れてプレイヤーを攻撃するんでしょうけど、村にいなかったら、ただのカカシですな。今回は範囲マーカーを使ってノクアーリーをしてみます。範囲マーカーを置いて、レッドストーン信号を送ると、このような感じで青い線がビヨーンと出ます。すると、置く場所がわかりやすく、ずれないので、非常に便利です。そして、最後の一本を設置しまして、右クリック。これで、範囲の指定が完了しました。設置。これでクアーリーを動かす準備が整いました。さあ、今回もサクサク進む。そうはさせんざき。季節感が違う。いやーハッピーハロウィーン、あたいだよ。ってことで今回はチルノサ。そういうのはいいからとりあえず、あたいにお菓子をちょうだい。いや確かに今日はイベントのある日ですけど。あ、そっか忘れてた。そうそう、お菓子をあげる日じゃないんです。トリビグはトローチ。トローチ、何ですかトリックはトローチって。え、ハロウィンってこれを言わなきゃお菓子くれないんだよ。それはトリックはトリートですよ。トリックはトローチだったらダメじゃん。もはやトリックはトリックですってそれ。じゃあトリックはトリート。さあ、あたいにお菓子をよこすのね。はいはい、それじゃあこのお菓子をあげま、だから今日はハロウィンじゃなーい。いいですかチルノさん。うん、今日は苦しみますという行事でして。うん、私のような人を苦しめようとする世間のいじめなのです。うん、わかりましたか。わかんない。じゃあ紅葉を進めていきますよ。クアーリーは鉄エンジン2台が最高速度と聞いたので、鉄エンジンを動かすための金オイルを作るために、原油でしたっけね。それをポンプで組み上げたいと思います。へえ、鉄エンジンとかいうのを動かすだけなのにそんなかかるんだ。少し前にやった時はマグマで動かしてたんですが、金オイルというのが使ってみたくてやってみます。あたいはなんか工場ババとか、ズドーンとかあるって聞いたから来てみたけど、案外地味なんだね。いやー、ゲリラモッドで出てくるモンスター結構紹介しちゃいまして。せっかくあたい最強説を作れるチャンスと思ってきたのに。まあ、あたいが最強なのはみんな知ってるけどね。それではポンプで原油を組み上げますか。スイッチオン。ポンプは動力を送ると管みたいなのが出てきまして、こんな感じで高いところに設置していても管を伸ばして吸い取ります。へえ、なかなか賢いじゃない。でもあたいなら凍らせて一気に持っていくけどね。すっごい不安なんで絶対にやめてくださいね。何それ振り？やめてくださいね。わかりましたマツコさん。誰がマツコですか？あー、そうだ。ねえ、あたいちょっとメイド見てくる。じゃあ私は少しポンプ見ときますんで。はいはーい。まあやっぱりマインクラフトと言ったら爆発でしょ。マインクラフトっていうくらいだからね。よし、TNT の完成だわ。ん、なんだか見慣れない爆弾があるね。あいつを驚かすためにも少し大きい爆弾を作ろうかな。こうやって黒曜石を並べて。ヘアビー待ってや。まあいいや。それでこれをかまどで焼くと。ウラニウムロド？それでこれと TNT を。と、なんだか一瞬揺れた。あとはあたい特製 TNT を置いたら。ヌクレアー、EX プロシベイの出来上がり。こんなものあたいにかかればちょちょいのちょいよ。さてと、早速起爆させてみようかなー。中央にダイヤの歯車、上両サイドにレッドストーン投掷。中央両サイド、歯車の上にそれぞれタンクを置いたら、生成器の完成です。これで原油を金オイルに変えることができます。と言ってもこれどうやって使えばいいのでしょうか。この枠にタンクを置けばいいのかな？置けませんね。ん？バケツで原油を入れたらいいのかな？あ、横に原油を置いたら自動で送り込まれるとか？違うなぁ。あーそうか、上に置いたら流れていくのでは。液体は下に流れるからきっとそうで知ってた。ふむふむ、なるほどなるほど。OK、 大体わかった。サボテンをアーダコを出してできたパイプの防水材と、木の輸送パイプを組み合わせまして、木の防水パイプの完成です。これでタンクと生成器をつなげまして、木エンジンを設置すると、あ、信号忘れてた。よいしょ。これでタンクに溜まっている原油が生成器に送り込まれるはずです。おお、ちゃんといけてますね。そしてここに溜まっていくというわけですか。
お、満タンになりました。あー、こっちにも溜まるんですか。結構容量あるんだな。そしたら反対側にもタンクを置きまして、これで生成された金オイルがタンクに流れ込むはず。あとは生成機に石エンジンを置いて、これで金オイルができますね。きちんと流れてます。ねえねえ、ちょっとあたい作りたいのがあるんだけど。いいですよ。それじゃあ、まずダイヤを囲むように置いて。え、ちょっと何作る気ですか。まあまあハピは見ときなさい。最後に卵を真ん中に入れたら、フラッグの完成ね。え、それっておとりに使うようなんですが。いいじゃんいいじゃん、ちっちゃいことは気にしちゃダメなんだって。いやダイヤ16個使ってますからね。それでそれで、糸を上に3つ、下に3つ並べてっと、そして火薬を真ん中の列にポポポンっと。ヒューズ、導火線ですが何に使うんですか？ね、ちょっとしたサプライズだよ。いやでも導火線使うってことは。ここくらいでいっか。何、作っちゃってるんですかねー。え、見てわからない？ちょっと強めの爆弾だよきっと。これ核爆弾なんですが、威力的にちょっとじゃないんですが、下手したら拠点ごと吹っ飛びますよ。大丈夫だって、あたいに任せとけばいいから。さて導火線も繋げたし、見物用のヘリでも作ろうかな。なんかすごいこの人が来てから資材減ってるよな。鉄ブロックとインゴットで AH6 キラーエッグとかいうヘリの完成。見物用というか思いっきり武装ヘリなんですがそれは。まあ気にすんな。適当にここら辺でいいよね。おー、超かっけー。さ、早速乗り込むわよ。おー、超かっけー。エンジン。燃料は石炭を鉄で囲むとできます。やっぱ一つじゃ足りないわね。多めに作っておいて正解でしたね。おー、なんだか弾も補充できるっぽいよ。せっかくですし、機銃の弾も補充しておきましょう。よし、400発満タンね。こっちはロケット弾だね。ウェポンが2種類あるんですね。BF を思い出します。さあ、初フライトよ。無事飛んだよ。まだまだ、ここから落ちてしまうとかいう落ちやめてくださいよ。あたいは天才だから心配しなくても何でもできるって。いやー、ヘリの音がいい感じですねこれ。フレアとかも出せるみたいですよ。フレア？何それ熱そう。フレアというものは敵の誘導ミサイルなどでロックオンされた時に、フレアを焚くことでそのロックオンがフレアの効果で撹乱させることができます。へぇ、なんか煙みたい。おっと、敵ヘリがリスポーンしたみたいです。腕の見せ所ですよ。よし、倒したよ。もう一機います。撃破してください。おやあ、そんな攻撃当たらないわよ。よし、撃破成功。だいぶ狙いがブレブレでしたけどね。ま、数で押せばいいのよ押せば。次にサーマル効果もありますね。前回の暗視ゴーグルで嫌な予感しかしませんが。おお、これはよく見えます。視聴者の方に伝わってるかわかりませんが、とてもよく見えます。これなら野戦も楽勝ね。次にロケット弾を撃ってみましょう。発射。まあ、なかなかの範囲と威力かな。集団のゲリラに効果的かと思います。さて、弾もなくなったことだし帰るよ。安全にですよ安全に。わかってるって、あんたはあたいを誰だと思ってるの。着陸成功ですね。ほらね、やっぱ天才は持ってるものが違うのよ。それではチルノさん、そろそろ射的に終わりたいのですが。そうね、結構満足したから終わりにしてもいい。ああ、どうしましたか？核爆弾を爆発させるのを忘れてたわ。この野郎を爆破させずに終わらそうと思ってたのに。さあ退避するわよ。拠点にまで被害が来なければいいですね。ま、TNT4 つ分だし、そこまで広くはないでしょ。非常に重くなったのでリログしてきました。あの重さだとかなりの高威力だねこれは。でしょうね、影モッドでシェア最大にした時以来ですよこれは。そろそろ爆破させたとこですが。さて、どんな威力かな。あかんやつや。すごいですねこれは。ま、まさかこんな威力だなんて。さてと、最後に爆破地点を上空で見に行きます。きっと上から見たらすごいと思うよ。でしょうねー、あんなに大きい穴をバニラ環境で作ろうと思いませんし。さあ、見えてきましたよ。うわぁ、これは予想以上だね。そうですねー、ここにゲリラとかジャンジャン湧いてきますよ。ちょっと日が暮れてきたね。夕焼けに空を飛ぶのは景色が最高です。この大穴さえなければ。これも味が出ていいじゃない。水が流れて滝みたいになってるのは好きですけどね。ま、苦しみますってことで爆破落ちもいいじゃない。あのダイヤ16個はリバースしとかないと。ってことで今回は終了しましょうか。はいはい、
苦しみますっぽいことはできなかったけど、あたいは満足満足。あ、クリスマスですよクリスマス。え、でもあんた苦しみますって。そんなのネタに決まってるじゃないですか。はは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 は。なんだ、ただのネタだったのか、ははははは。どっせい、それぶ、